筆が変われば桜も変わる。お元気ですか？スタチオハンネです。今日は筆をいろいろ使っていろんな種類の桜を描きたいなと思います。絵を描くときについつい頑張ってしまいますが、筆に頑張ってもらえば自分は楽です。楽をしましょう。作戦会議です。本日は桜、これが題材です。完成イメージはそれぞれいろんな種類の桜に見えたらいいなっていうところです。形、おそらく違いが出ると思うので個性に合わせていきたいと思うので、正確に描く、印象的に描く、あいなかでいけたらなと思います。明暗も真ん中とあたり、鮮やかさ、色味ですね。品種によって多数の色が存在しているので、どれに合わすかはちょっと手持ちの資料から書かせていただくので、あまり当てにしないでください。使っている色はウルトラマリン、クリムゾン、パーマネントイエローディープ、バンダイキブラウンに、ビリジャン、コンポーズブルー、ジョンブリアン、オペラ、レモンイエロー、おそらくほぼ三原色を使うのとこちらの色ぐらいになると思います。皆様がお手持ちの色で十分だなと思います。今日使用する筆です。ナイロン筆。ナイロン筆は穂先に丸みがあるタイプを使っています。なのでトントンと置くとこんな感じ、潰すとこんな感じ。書道筆、小筆です。こちらの方は先が細く細かく粒が描けます。少し強く押さえていきましょう。こんな感じが特徴です。もっと押さえるとこんな感じ。続いて中くらいの習字筆、不要です。先が細く同じく静かに下ろせば細かく描けます。少しずつ大きくしていきましょう。こんな感じにランダムに広く広がっていきますね。穂の長い筆です。もちろん先はこれぐらい長いのを生かして落とすとこんな感じ、いろいろですね。ではまずソメイヨシノ描いてみたいと思います。ソメイヨシノは小筆、習字の小筆を使っていきたいなと思います。特徴としては少し直線的な枝に丸々と固まって花が咲いている。なので離れてみると程よく塊になっていて程よくばらけてくれる、そんな中ぐらいの効果。大きい筆だったらあまりにもばらけすぎるので、小筆だったらちょうどよくばらけてくれます。こんな感じに出来上がりました。オカメザクラ描いてみたいなと思います。赤い色が特徴なオカメザクラ、ホロ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 とついているイメージです。ソメイヨシノと違って塊でついているわけではなく単体でくっついているイメージですね。少し離れたところにあるオカメザクラ、穂先を画面に落としたときに筆先がバラバラになる。コダッチは別に筆を変えてもいいんですが、せっかくなのでこのままこの筆で描いていきたいなと思います。バラ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 、あ、ばらけます。ばらけた。印象違いますね。面白いですね。僕の努力というよりかは筆が頑張ってくれてるので楽です。次はしだれ桜ですね。穂の長い筆と穂の短い筆、細い筆を使っていきたいなと思います。しだれ桜も
ほろほろ、ほろほろと、それぞれ固まって花が咲いているわけではなく、バラバラに咲いているイメージです。せっかくなので、枝をこれで描いていきたいなと思います。直線的に進んで、カーブする。大きくは直線的なイメージかなと思いますが、下に垂れ下がっている感じですね。下にスルスルーとくっついているイメージ。スルスルスル、スルスルスル、スルスルスル、スル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 。まずは水打ちのように入れています。色を入れていきます。スルスル、スル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 。この穂の長い筆は、細いんですけれども、含みがいいので、長く描くことができます。何度も何度もつける必要がないってことですね。スルスル、スルスル、トントントン、トントントンという感じにリズムをつけて描いていくと、花が一つ一つ枝についているようなイメージになりやすいです。細い枝はこの筆描きやすいですね。最後に八重桜も描いておきましょう。枝に固まってポンポンというイメージできたらいいなと思います。ナイロン筆もつぼみだったらそのままポン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 と置くだけでいいのかなと思います。水の量が大事ですね。薄く描きたいときは水を多く。はい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 、塊。この時に少しこっち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 、倒れ込む向きを変えるとこんな感じになります。何もついていない状態にして、こっち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 、よし。枝は灰色、青、赤、黄色で灰色。ポンポンポン、ポンポン、トン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 、トントントン。奥の方が塊。よいしょ。トントントン。このトントンが固まっているところと、単独でトントンとあるところ、それを分けるようにだけ心がけてます。全部同じ隙間、同じ空間にならないように、バラバラになるように、これだけ急にトンって離れていたり、ここは塊で数個あったりみたいな感じを楽しんでます。ソメイヨシノ書道の古筆、少しばらけるけど少しまとまる感じで描きました。オカメザクラファ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 ッと言ってほしいので、ばらけるように中筆でポン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 としてみました。しだれザクラは穂の長い筆でスル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 ツッツッツッっていう感じ。こちら八重桜、ポン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 固まってる感じなので、ナイロンの丸筆で描いてみました。僕個人はあんまり努力してないんだけれども、筆がいろんな表情をしてくれるので面白い描き分けになったかなと思います。皆様もよかったら挑戦してみてください。そしてまたこれ以外にもいろいろとあると思います。発見したら教えてください。僕の動画では1時間ほどの練習をおすすめした内容となっております。何を意識するか目的を決めて書くことが上達につながります。またそれぞれの学びたい分野を再生リストに作成しておりますので、ぜひご活用ください。初心者の方は基礎の学びとして再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をおすすめいたします。